クイネン,ン・ウィリアムズはアメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションはディフェンシブエンド。NFL のニューヨーク・ジェッツに所属している。ジャクソン・ビル・ジャガーズのクイーン・シー・ウィリアムズは実刑である。ウィリアムズはアラバマ州バーミングハムにあるワノナ高校に通った。母親は2010年に乳がんで亡くなった。 2016年に247スポーツによって、ウィリアムズは全米17位のディフェンシブ、タックルとランク付けられた。もともとオーバーアン大学に進学する予定であったが、2015年6月30日、アラバマ大学への進学を明らかにした。大学1年目は赤シャツとして過ごした。2017年には全14試合に出場し、20タックル。 にサックを記録した。2019年1月11日、2019年 NFL ドラフトにエントリーすることを発表した。2019年 NFL ドラフトで一順全体3位でニューヨークジェッツから指名を受けた。2019年6月25日、ジェッツと4年3250万ドルで契約合意した。ありがとうございます。